はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、代理の基本について解説いたします。まあ、今回代理の中でも件名の話が中心になってきます。で、もう初めてこれ代理を学ぶ人のための内容となりますので、もうある程度勉強した方については難しくない内容、もう復習みたいな感じになると思います。で、まず代理を学ぶ上でこの3者を頭に入れてほしいんですね。本人と代理人と相手方という言い方をします。例えばなんですけども、本人 A が土地を持っていました。で、まあ、これを売りたいと思ってもう買い主見つけました。ただ、まあ、契約当日ちょっと行けないから代わりに B さん行ってきてくださいと言って、 A が B に代理権というものを渡すんですね。代理権を授与する。で、 B さんが本人 A さんに代わって契約をする。つまり契約の締結っていうのはここで行ってるんですね。売買契約の締結はここで行ってるんですよ。 B さんは代理行為を行っているんですね。で、ここで売買契約を締結するとどうなるかっていうと、契約は AC 間、本人と相手方の間で契約が成立するんですね。売買契約を締結しているのは BC 間なんですけれども、契約が成立するのは AC 間なんです。ここまず注意をしておきましょう。で、ここで AC 間で契約が成立するっていうのはどういう意味があるのかというと、これは A さんが土地の引き渡し義務を負う、また A さんが代金の請求権、これを持つ、これが AC 間で契約が成立した結果の話です。まあ、もちろん C さんからすると、 C さんはこの土地の引き渡し請求権を持って、また C さんは A さんに対して代金を支払う義務を負うと、まあ、いう形になるんですね。つまり AC 間で契約が成立しているわけだから、権利義務っていうのは A さんと C さんが持つんだという話です。B さんが引き渡し義務を負うわけではありません。また B さんが代金の支払い請求権を持つわけではないので、 B さんが C さんに対して代金くださいと言える立場ではないよという話ですね。で、 A さんが土地の引き渡し義務を負って、また A さんが代金の支払い請求権を持つって言ったんですけども、これは何を意味してるかっていうと、代理行為の効果は本人に帰属するという言い方をするんですね。この内容っていうのは言い換えたらこの内容なんですよ。これ意外と意味分かっていない方多いんですけども、ここちゃんと頭に入れておきましょう。代理行為の効果っていうのは権利義務と置き換えても分かりやすいと思います。代理行為を行った結果の権利とか義務っていうのは本人に帰属する。帰属するっていうのは、まあ、持つといったイメージですかね。本人が持つんだよと、つまりこういった義務とか権利っていうのは本人が持つんだよという意味合いです。これもちょっと頭に入れていただきたいんですね。よく問題文でこれ出てくるんですよ。で、出てきた時にこれが何を意味してるかがわからないと問題文が理解できないってことになりますし、また解説読んでいても何を言ってるのかわからなくなりますんで、ここちゃんと頭に入れておきましょう。で、こっから件名に入っていきます。件名っていうのは何かというと、代理人 B が相手方 C と契約をするときに、 B さんが C さんに対してこの契約っていうのは本人のために契約してるんだよってことを表示すること、これが件名って呼ばれるものなんですね。つまり A さんが契約の当事者だよってことを B さんが C さんに対して伝えるっていう話です。あくまでも B さんは代理人じゃないですか。だから私は代理人なんですよ、契約の当事者っていうのは A さんなんですよということを伝えること、これが件名です。で、代理行為を行う場合、件名をしなければいけないんですね。 B さんは C さんに対して件名を行わなければなりません。で、件名を行うことによって C さんとしては、あ、なるほど、契約の当事者は A さんなんですねと分かるわけですよね。まあ、今回で言ったら売り主は A さんってことが分かるってわけですよ。じゃあもしこの件名しなかったらどうなるんですかと、ここがよく試験でも問われる部分なんですね。原則件名をしないと代理人は事故のために契約したとみなします。つまり BC 間の契約になるということなんですよ。代理行為をしたにもかかわらず自分自身が契約の当事者になっちゃうよという話なんですね。これ言い換えると代理行為の効果が代理人に帰属したって話なんですよ。
この代理行為を行った結果の権利義務っていうのは代理人が持つよと。つまり土地の引き渡し義務、代理人 B が持つよ、代金の支払い請求権も B が持つよっていう形になっちゃうよっていう話なんですね。これ原則なんです。ただしこれ例外があって、例外はどんな場合かっていうと、代理人が本人のために契約していること、これを相手方が知っていたりまたは知ることができた場合、この C さんが B さん懸命していなかったとしても、この契約の本人は A さんだってことを知っていた、もしくは知らなかったとしても、それちょっと落ち度があった、 C さんが落ち度があった、まあ知ることができたっていうのは、まあ落ち度があったっていったイメージで大丈夫です。こういった場合は AC 間で契約が成立するよと、まあ、いう話ですね。まあ、この図の通りです。まあ、AC 間で契約が成立するということは、代理行為の効果は本人に帰属するよと、まあ、いう話なんですね。ここをしっかり整理していただきたいんですよ。で、ここで例外でお伝えした通り、相手方が悪意または知ることができたというのは有価質ですね。悪意または有価質の時は、AC 間で契約が成立する。で、じゃあ原則はっていうと、この例外以外の場合ってことなので、相手方が善意無価質の場合って言い換えることができるんですね。原則っていうのは、今回の話で言うと相手方が善意無価質の場合、つまり B さんが A さんの代わりにやっているってことを全く過失なく落ち度なく知らなかったっていった場合です。まあ、言い換えると、まあ、B さんがもう売り主と思い込んじゃっていたということですね。全く落ち度なく、もう B さん自身が売り主ってもう思い込んでいたといった場合です。この時は原則通り BC 間で契約が成立するよと、まあ、いう内容なんですね。まあ、これもうちょっと深掘りしちゃうと、 B さんが土地の引き渡し義務を負うわけですよね。つまり B さんが C さんに対してこの土地を引き渡さなければいけない。そのためには A さんからこの土地をまあ買い取ったり、もしくはまあ贈与を受けたりしなきゃいけないわけですよね。でもしそれができずに引き渡しできないってなるとどうなるかっていうと、これは B さん、約束を守れなかった、この売買契約の約束を守れなかったということで、C さんから B さんに対してこう損害賠償請求、これを受けることになるんですね。まあ、債務不履行に基づく損害賠償請求をされる可能性が出てくるよと、まあ、いった内容になります。まあ、今回はね、そこまで、まだ債務不履行を勉強していない人については、まあ、そこまで考えなくてもいいんですけども、まあ、債務不履行まで勉強しているって方は、まあ、そこまでですね、つなげて頭に入れておくといいんじゃないのかなと思います。で、まだ勉強し始めた方っていうのは、この知りとか知ることができたっていうこの悪意有価質ですね。ここがね、慣れないと思うんですよ。ただこれっていうのは、まあ、これからもたくさん勉強していく中で出てくる言葉なので、もう置き換えていきましょう。知りっていうのは知っているっていうのは悪意なんだ。知ることができたっていうのは、これは有価質なんだ。これ置き換えることができるようにしていきましょう。まあ、初めはね、難しいかもしれないです。私自身もやっぱ難しかったんですけども、まあ、たくさんこれ出てきますんで、まあ、その都度ですね、置き換えていくと、どん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 これ分かってくるようになります。まあ、外国語みたいですよね。日本語なんですけども、外国語みたいですけれども、まあ、こういったものも慣れてきますんで、今分からなくてもご安心ください。今日も最後まで動画ご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。